熱の仕組みよく聞くプール熱は、正式には陰頭結膜熱と言います。流行り目と同じく結膜炎を伴いますが、喉の痛みや高熱が出るのが特徴です。原因は、流行り目と同じくアデノウイルス。流行り目が8型のアデノウイルスなのに対して、プール熱は主に3型か4型のアデノウイルスの感染で起こります。 夏にプールでうつることがあるため、プール熱と呼ばれますが、実際には流行り目と同じで、飛沫や接触でも感染します。症状は、高熱が4、5日続く、頭痛、腹痛、下痢、耳の前や首のリンパ節が腫れる、目の充血、目やにが出るなどです。なので、夏のインフルエンザとも言われます。 ウイルスは口、鼻、喉、目の粘膜から感染するため、手洗いやうがい、食器やタオルを専用にするアルコール消毒などが予防に効果的です。プールの塩素消毒もある程度有効です。しかし、アデノウイルスに対する有効な薬はないため、症状が回復するのを待つしかありません。また、 学校へは症状がなくなってからも2日間は登校できません。喉の腫れはひどくなると扁桃腺炎になることもあるので、軽く考えてはいけません。また、7型のアデノウイルスの場合には、肺炎から髄膜炎、脳炎、心筋炎を併発して重症化することがあるので、夏に高熱が出たらすぐにお医者さんに行きましょう。